はーい。レーシングテープ。さあ、木村選手は前回20周1秒。高橋選手が20周5秒。藤岡選手が18周1秒。そして岩井選手が20周3秒ですね。はい、高橋選手 OK。岩井選手 OK。藤岡選手 OK。 16.44。 はい、全社ポンダ OK です。プラクティス終了です。それでは並べてあげてください。前から木村選手、高橋選手、藤岡選手、岩井選手の順です。はい、ありがとうございます。それでは行きます。3分間です。レースを開始します。さあ、まずはトップスタートの木村選手が入ってくる。藤岡、岩井、高橋一周目。さあ、藤岡選手が見つか。岩井選手、フォアストの唐揚げが2番手か。さあ、3番手、高橋選手がファーストですと、8秒95。さあ、ブルーのカラーリング、木村選手が4周目に入ってきます。レースを引っ張っている。2番手集団は 1.5 秒後ろ。さあ、藤岡選手、間もなくトップがやってきます。40秒経過。さあ、トップ、木村選手、ペースはいいですよ。ここからまとめていきたい。高橋選手が2番手、2秒4。3番手、岩井選手が3秒。4番手が藤岡選手です。さあ、これですと、藤岡選手、9秒320、4番手。1分経過。岩井選手、9秒10、3番手のマシン。さあ、ここで2番手の高橋選手が8秒926、ファーストテストです。8秒台はこの選手だけ。さあ、トップ争い、木村対高橋は2秒1です。おっと、木村選手が見せてしまった。これでトップは変わる高橋選手です。高橋選手、前の週8秒91ベスト。岩井選手が8秒99ベスト。さあ、高橋選手がトップを奪った直後、8秒718ファーストテスト。木村選手が2番手3秒2。3番手岩井選手が0秒6。高橋選手は再びファーストテスト8秒70です。ニュータービーのファーストテスト、高橋選手8秒707。高橋選手707は自己ベストです。14周目にレースが入っている。2番手の岩井選手がトップまで4秒8。そのすぐ後ろに木村選手がいる。そして4番手が藤岡選手です。岩井選手前の週8秒777。さあ、残り時間40秒。高橋選手、自己ベストペース、20周1秒です。ただペースがいい、0秒までは上がってくるんじゃないかな。さあ、これベストは藤岡選手、9秒03に現在4番手です。コース上一番近いのは岩井選手と木村選手の2番手争い、0秒5。さあ、木村選手が迫ってきます。2番手争い、残り15秒。高橋選手が8秒663まで来た。さあ、大時計はここで3分。高橋ゴール。高橋選手20周0秒でゴール。藤岡1ゴール。藤岡選手ゴール18周3秒。ダメよ、レース終了です。マシンを回収してください。高橋選手が自己ベスト20周0秒5です。2番手が岩井選手20周8秒。3番手木村選手同じく8秒。藤岡選手が18周の3秒でゴール。はい、2組目いきます。栗島選手、小泉選手、諸橋選手、小松選手の4名。
プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはフリシー、小泉に、モロチュー、小松ワイド。はい、小泉選手 OK です。小泉選手は今日こっち回りは初出場。栗島選手は、22周6秒、諸橋選手が21周6秒、そして小松選手は今回初出場。小泉、諸橋選手は OK です。栗島選手 OK。こちらのクラスも上位4名、予選2回終えて上位4名は A 面確定となります。はい、全車ポンダ OK です。24.54。プラクティス終了です。スタート。はい、それでは準備ができたら並べましょう。一番前が栗島選手、二番手から小泉選手、三番手諸橋選手、四番手が熊津選手。栗島、小泉、諸橋、熊津。はい、岩井さんありがとうございます。それでは行きます。予選2組目、3分間スタートします。レースを開始します。栗島選手が抜群のスタートを見せた。イエローのカラーリングがトップです。2番手小泉選手、3番手に小松選手がポジションアップ、4番手モラー選手。さあ栗島選手がファーストテスト8秒543。さあ諸橋選手が転倒していました。1周の差をつけられています。4番手のマシン小松選手8秒77、ベスト。さあ一番近いのは小泉選手と小松選手の2番手争い、これが0秒7です。一方トップは2番手に 2秒の差をつけている小泉選手8秒68、小松選手が64、ベスト。さあ2番手争いは同じような、おっと小松選手は8秒56まで来ている。小泉選手に迫ります。2番手争い、1分経過。さあその裏でイエローのカラーリング栗島選手が8秒535。さあ小泉選手はちょっとマシンの動きはえぐいが、なんとか2番手死守しています。さあレースは11周目に入っています。さあここで諸橋選手は8秒68ベスト、小泉選手8秒60ベスト。さあイエローのトップのマシンが8秒49までベスト上げてくる。トップ3、栗島、小泉、小松、この3台は21周ペースです。中でも栗島選手は0秒ペース。残り時間1分。さあ小泉選手がミスター。さあこれで小松選手が2番手に浮上してきます。16周目、トップまで4秒8、小泉選手は1秒1から小松選手を追います。村田選手は4番手1周の差。さあ依然としてトップ3台は21周ペースです。残り30秒、18周目に入っている。残り時間20秒。さあ小泉選手は小松選手に若干だが差を詰めてきている、 1.4。 さあトップ3台が20周目、もう1周あります。残り時間5秒。栗島選手は最終周入っています。小松選手も最終、小泉選手も最終。
クリシマ選手ゴール21周0秒モロ2ゴール小松ワイのゴール。小松選手ゴール。小松選手ゴール。電車ゴール。マシンを回収してください。今日はクリシマ選手がトップ、総合でもトップに立ちました。小松選手は総合2番手、小泉選手総合3番手です。高橋選手は総合4番手に現在つけています。プラクティススタート。さあ予選会の最終日と村田伊藤中沼選手。出走ドライバーは村田に伊藤住職 GT 中沼ワインド。現在4番手タイムは高橋選手の20周0秒。21周が A メインの必須になってきてます。はい、村田選手、中沼選手 OK。はい、前者ホンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それでは並べてあげてください。1番前から村田選手、2番手スタートが伊藤選手、3番手から中沼選手がいきます。さあ予選2回終えて4番手までが A ウェイ確定です。村田、伊藤、中沼選手の順位はい、それではスタートします。予選1回目の最終ヒートです。レースを開始します。最終の早かったのは村田選手だがミスター、伊藤選手がトップに変わります。さあファーストストは伊藤選手です。8秒73、中沼選手も7が出ている。村田選手はもう7ですね。選手は8秒7がベスト。伊藤選手が8秒63、村田選手は8秒69。さあ40秒経過したところ、トップは伊藤選手です。6周目に入っていく。中沼選手が2秒4、村田選手が0秒5、村田選手8秒53、ヒートのベスト。伊藤選手ベスト8秒60。さあ伊藤選手はこのヒートトップですが、クリシマ選手のタイムに届くためにはもうちょっとペースアップが必要です。一方後方では村田選手が2番手浮上、3番手中沼選手。さあここで2番手村田選手がヒートのファーストですと8秒525。さあ村田中沼は総合順位は高橋選手と5番手から4番手争いしています。伊藤選手はこのままいけば栗島選手に次ぐ2番手ペース、折り返し地点通過しています。12周目に入っている。中沼選手ベスト8秒69。さあ中沼選手ちょっと転倒があった模様。村田選手が2番手、トップまでは2秒5です。後ろに 1.8 秒後ろに中沼選手。さあ村田選手も21周ペースまで上げてきました。現在小松選手と3番手争いしています。村田選手、一方伊藤選手はまだペースアップは必要ですね。現在総合2番手ペース。さあここで村田選手が今日のレースのファーストですと8秒392をマーク。8秒392レコードではないですね。さあ残り時間まもなく30秒、18周目に入っています。残り3周。さあ村田選手はなんとか総合3番手ペースまで上げてきている。中沼選手は現在高橋選手と5番手か6番手争いしている。残り10秒になります。さあ伊藤選手は帰ってみます。20から21に入ってきました。これが最終周。村田選手もこれが最終1秒差。
中沼ワイドゴール。中沼選手はここでゴール。20周0秒。伊藤住職寺、レース終了です。ゴール。マシンを回収してください。総合2番手、村田選手は総合3番手入ってきました。中沼選手は1回目、4、5、6番手です。はい、予選2回目は組み替えをします。はい、予選1回目のトップ4は栗島、伊藤、村田、小松選手、ここまでが A メイン圏内に入っています。10分起きます。5時10分から予選最終2回目いきます。今組み合わせ出します。5時10分から岩井、木村、諸橋、藤岡、ここからいきます。ニュースもらっちゃいます。はい、どうぞ。
取るのがゴングなんですね。これ、膨らみが必要なんだけど。あ、でもなんかわかるかも。いいかも。こっちに膨らみあるとあの、フロットがやりやすいかも。これはね、こう、最初に組まれてたら、いろいろ考えてるんだな。あれなんか特にパキッとしかいない。なるほどね。それが繊細な操作に繋がるんだ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはダメよダメダメ、木村ワインド、諸中、藤岡一。
9.14。さああと木村選手を待っています。10.81。9.39。8.93。11.62。はい、全社ポンダ OK です。プラクティス終了です。さあ、それでは並べてあげてください。1番前から岩井選手、2番手スタートは木村選手、3番手から諸橋選手、4番手から藤岡選手。さあ、木村選手は今度マイスタートですね。それではスタートします。3分間です。レースを開始します。1周目はスタート順ですね。岩井選手がファーテストをマークしている模様です。さあ、ライバル対決、木村対諸橋。うわ、諸橋選手が前に出ました。諸橋選手、今の周ファーテスト8秒84。さあ、今度は諸橋選手がトップ、岩井選手に襲いかかる。めっちゃ回ってるよ、来るのが。さあ、トップ3が近づいてくる。岩井、諸橋、木村。おお、さあ、木村選手まだチャンスありそうだ。4番手藤岡選手も同一周回、前者が2秒の中に入っています。50秒経過。さあ、藤岡選手が前に出ました。3番手藤岡、4番手木村。ワイドを得意とする岩井選手が現在トップを守っています。藤岡選手8秒94マーク。3番手岩井選手が8秒92ベスト。さあ、藤岡選手の8秒94は自己ベストを更新しています。3番手のマシン。さあ、一方諸橋選手はトップになかなか立てないですね。岩井選手を抜きあぐねている状態。さあ、木村選手は再び3番手浮上、前2台まで3秒です。折り返しの1分30秒。さあ、前者が20周ペースです。現在12周目に入っている。さあ、ここで岩井選手がベスト8秒893トップのマシン。木村選手3番手がベスト8秒910。さあ、木村選手は前2台まで3秒ちょっとです。残り時間がまもなく50秒になる。依然として前者20周ペース、15周目に入ってきました。お、耐えましたね、岩井選手。さあ、この2人はもう予選順位ではなく、このヒートの順位を争っています。17周。あ、危ない危ない危ない。岩井抑えた抑えた。18周だ。危ない。さあ、19周目に入っています。もう1周あります。前者がまだ20周ペース。残り10秒。さあ、藤岡選手も自己ベストですよ、20周は。残り5秒。さあ、藤岡選手入ってた20、前者が20入りました。諸橋ゴール、ゴール、岩井ゴール、木村ワイドゴール、ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。前者が20周です。20周0秒1秒5秒7秒でした。いや、いいっすね。いや、いい、素晴らしい。はい、それでは2組目です。小松選手、小泉選手、中沼選手。プラクティス選手、時間は2分。コースをオープンします。さあ、ここで小松ワイド、小泉に中沼ワイド、高橋。小松選手が現在4番手、20周6秒です。小泉選手はそこから0秒 5ぐらいの差ですね。中沼、高橋選手は先ほど20周0秒でゴールしています。はい、小泉選手 OK。
25.30。中沼選手 OK、 高橋選手 OK、 はい、電車 OK です。それでは準備ができたらプラクティス終了です。はい、一番前が小松選手、2番手が小泉選手、3番手から中沼選手、4番手高橋選手です。はい、ありがとうございます。ボーダー小松選手21周6秒です。これが A メインの入り口。それではスタートします。予選2組目です。レースを開始します。さあトップは小松選手か、高橋選手は2番手浮上、3番手小泉、4番手中沼。さあ小松選手にこのまま行かれると残りの3名 A メインの可能性がなくなる。さあ小松選手がトップ、ファーストスト出してますね。8秒68が出ています。2番手高橋、3番手小泉、4番手中沼。さあ今度は3番手小泉選手がファーストスト、8秒591マーク。マジか、マジか、電波だただ小泉選手はまず高橋選手を抜いていかないといけない。50秒経過。さあ高橋選手は今度ファーストスト、8秒573。トップは小松選手、8周目に入っていた。高橋選手は 1.4 秒、小泉選手、中沼選手はすぐ後ろにいます。中沼選手8秒64ベスト。さあ間もなく折り返し地点が見えてきます。レースは10周目入っていっています。あー仕掛けたか。さあこれで小泉選手が4番手、中沼選手が3番手浮上です。ただ小松選手が逃げています。自身1回目のペースを超えるペースですね。総合3番手が見えています。小松選手、村田選手をかわしてくるというペースです。高橋選手はこのヒート2番手2秒8、3番手中沼0秒3、4番手小泉2秒4。さあこれでした。中沼選手8秒63。さあ残り時間50秒となる。小松選手が16周目に入っています。残り5周。トップ3、小松、中沼、高橋は21周ペースと表示されている。残り40秒。さあ中沼選手にミスがあった。小松、高橋、小泉、中沼のオーダーに勝っています。残り30秒切っている。さあ小松選手だけが21周回ってくるという予想に変わりました。現在小松選手19から間もなく20に入ります。もう1周ある。残り15秒。残り5秒。さあ小松選手は最終周入った。村田選手とほとんど同じくらいの予想。高橋ゴール、ゴール、中沼ゴール、中沼ゴール、レース終了です。電車ゴールです。マシンを回収してください。小松選手総合4番手です。 A メイン決めました。小泉選手は総合5番手、中沼選手が6番手、そして7番手が高橋選手。はい、それでは予選の最終ヒートいきましょう。プラクティススタート。選手、伊藤選手、村田選手、2分、すでに A メインを決めた選手です。出走ドライバーは、クリシー、伊藤住所、辻井、村田に。
さあ、この3名は予選1回目、21周回っています。栗島選手が21周0秒、伊藤選手が3秒、村田選手が4秒です。はい、伊藤選手も OK。はい、電車 OK です。プラクティス終了です。はい、それでは並べましょう。1番前から栗島選手、2番手が伊藤選手、3番手村田選手です。随分アウトだ。栗島、伊藤、村田です。はい、それではスタートします。予選3分間最終ヒートです。レースを開始します。開始です。さあ、1周目一番早かったのは村田選手です。8秒5。0秒8の中に3台が入っています。さあ、村田選手が2番手に浮上している。トップまで0秒5、伊藤選手が0秒6候補。さあ、村田選手のペースがいいです。0秒25。さあ、村田選手が8秒359をマーク。あとコースレコードまで100分の2秒というところに来ています。自分でやってダメよ。50秒経過。さあ、突破争いは0秒22です。伊藤選手8秒67ベスト。さあ、村田選手が0秒1まで来ている。突破争い、さあ、村田選手は前抜いて、さらにペースアップが必要です。 TQ を取るには。折り返しです。この2人が21周1秒ペース。さあ、村田選手は前に出る必要がありますが、時間がどんどんなくなっていく。残り時間が1分。伊藤選手は予選1回目のタイムは超えられないというペースです。途中止まってました。残り50秒。さあ、村田選手、栗島選手はベスト8秒57。17周目に入っています。残り4周。伊藤選手ベスト8秒666。残り時間30秒。さあ、栗島選手8秒565ベスト。残り20秒。さあ、20周目もう1周あります。残り10秒。最終周に2台が入ってきました。伊藤選手8秒645。ここで3分。クリシーゴール、村田にゴール。はい、栗島選手がトップゴールです。村田選手が2番手、伊藤選手が3番手です。 A メイン確定は栗島選手、村田選手、伊藤選手、そして小松選手の4名です。ペースが分からない。B メインと C メインは3分間を2回やります。 B メインと C メインは3分間の決勝を2回やります。 A メインは6分間2回。それでは35分から C メイン始めます。35分、諸橋、岩井、木村、藤岡、
諸橋、岩井、木村、藤岡、ここからいきます。35分スタートします。
そっちそっちそういうダメ中沼テープ大好評じゃん大好評じゃん中沼テープ見たいですね。アジアは結構だから今頑張っていろんなところで。あ、本当ですか。タイね。タイの層、コロナの前結構観光できてここ買い物来る人いた。うん。タイさ、ライオンのマークビールで何か、そこがなんかレースのスポンサーになってて、あ、で、スポンサーにビールじゃん、もうビール、これも俺のお父さん、マジか、すげえ、いやだから、それ避けるから、そうするお金持ちの人しかやってない、そうそう。物価は安いの？かな。安く買えろ。びっくりしたのが日本より日本車が多い。本当にあの昔のあのなんてイニシャル D 系なああいうマシンがすげえ多い。中古車が多い。そうそうそう。最初空港から乗ったタクシーもホンダの車で、ホンダが一番いいと思って。ここでマジ本社行った時にびっくりしたら三菱も。ああ、そうなんだ。三菱も多いとかって言われてる。ランサーめっちゃ好き。トヨタじゃないよ。三菱。意外だね。もう圧倒的にお前は一番勝てないか、ヒュンダイとキア、ね、ああ中国のね、うん、あれがあれが多かった。ああ、中国が中国がかかるから、いやいや、お前何やったんだって言われて、うまいってやつだった。はい、それでは時間となりました。勝ち上がりの形式の決勝を始めていきます。Cメイン、諸橋選手からくじ引いてください。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。木村コースオープンします。実装ドライバーは諸中。ダメよダメダメ。木村ワインド藤岡一。線が引いたら大下はい、木村さん出番です。はい、はい、諸橋岩井 OK。 さあ決勝は立て続けに2回行います。 C メインと B メインは3分間を2連続行います。ポイントで総合順位を決めます。 9.08 2番
C です。刺し麺は3分間を2回やります。あと木村さん来たら本田 OK。藤岡さんか、ごめん。はい、全勝 OK です。プラクティス終了です。それでは並べてください。1番前、諸橋選手。次が岩井選手。3番手、木村選手。最後尾から藤岡選手がいきます。はい、それではいきます。C メインの決勝レース、1回目、3分間です。レースを開始します。2番手あれは岩井選手か。3番手木村、4番手藤岡選手です。諸橋選手は1周目ファーストソー。諸橋選手が8秒73まで来ています。おっとトップがミスったという情報。おっと今度は岩井選手がミスった。さあ、ここで順位が変わります。諸橋、木村、藤岡、そして岩井です。さあ、木村選手8秒90ベスト、トップまで 1.4 秒。3番手が藤岡選手2秒7。そして岩井選手一瞬差をつけられた模様。1分経過。さあ、モラ選手が逃げます。木村選手2番手と3秒7。3番手藤岡 1.8 秒。さあ、ここでベストは岩井選手9秒15。4番手岩井選手再びベスト9秒003。折り返し1分30秒経過しています。トップは諸橋選手変わらず12周目。それを木村選手がトップまで5秒9。藤岡選手は木村選手まで6秒5です。岩井選手が4番手。残り時間が1分です。さあ、岩井選手の後ろからトップが来ています。藤岡選手前の週9秒08ベスト。さあ、諸橋選手が20周0秒ペースでレースを引っ張っています。16周目に入っていった。気がつけば2番手木村選手の後ろにトップが近づいてきています。残り40秒切っている。さあ、残り20秒。諸橋選手が19周目に入っていった。ゴール予想20周0秒です。残り5秒。さあ、決勝1回目まもなく時間です。ここから3分。諸橋選手ゴール20周0秒。岩井選手4番手。藤岡1ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。決勝1回目。はい、このまま2回目いきます。並び順はさっきと一緒です。諸橋、岩井、木村、藤岡です。はい、それではスタートします。決勝2回目です。レースを開始します。さあ、木村選手、大事な2回目、しくじった模様、最後尾から追い上げます。諸橋、岩井、木村、そして藤岡。さあ、諸橋選手がファーストテストに逃げます。1人8秒台をマークしている。藤岡選手、9秒3ベスト、現在4番手。
さあ、岩井選手がトップまで1秒、木村選手が2秒9です。さあ、諸橋選手は決勝1回目よりもいいペースでレースを進めている。藤岡選手をラップしていくトップのマシン。岩井選手 1.1 秒後ろ。木村選手は前まで4秒7。さあ、ここでミスター2番手の岩井選手です。さあ、その横を木村選手が抜けていく。木村選手これで2番手、ただトップまでは7秒近い差がある。諸橋選手は安定の20周0秒ペースです。木村選手が2番手、3番手岩井選手がすぐ後ろにいる。木村選手前の周9秒03ベスト。4秒9の差で藤岡選手が4番手。さあ、木村選手はこの位置絶対キープです。それで勝ち上がり決められます。決勝1回目も2番手でゴールしている木村選手。このヒートもなんとか2番手。トップまでは7秒1。岩井選手が0秒5後方にいる。さあ、ここでベストは藤岡選手9秒12。2分経過。残りが1分です。さあ、諸橋選手は今回ペースがいい。21周乗っけてくるという予想。ありがとう。15周目です、トップのマシン。さあ、木村選手は2番手キープしています。2秒後ろに岩井選手が3番手。残り40秒。残り30秒。さあ、トップのマシンが18に入ってきました。諸橋選手21乗っけてくるという予想。残り15秒。残り5秒。さあ、諸橋選手はもう一周あるという予想。ああ、ここでトップが転倒。いや、大丈夫でしょう。諸橋ゴール。木村選手、はい、諸橋選手ゴール。20周3秒ダメよ、ダメダメゴール。岩井ゴール。藤岡1ゴール。藤岡選手、はい、転車ゴールです。マシンを回収してください。諸橋、木村、岩井、藤岡です。なんでそこで見せるかな。はい、勝ち上がりは諸橋選手と木村選手です。準備お願いします。この後 B メインの3分決勝2回やります。はい、それでは小泉選手が今度9時トップです。小泉選手、祝辞お願いします。はい、1番中沼選手が次、祝辞中沼選手だね。うん、聞いてない。うんうん、中沼選手が次、次が高橋さん。で、諸橋選手が次。はい、はい、それではコートオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは小泉に中沼ワインド、高橋、諸中、木村ワインド。残り物には服がある。そうそうそう、うん、はい、高橋、中沼、小泉 OK、 木村選手も OK です。はい、全車ポンダ OK。 3分間2回やって上位2名、この後の A メイン6分間決勝に行きます。一番前が小泉選手、2番手中沼、3番手高橋、4番手諸橋、5番手木村です。アレリーですと。
はい、5名による B 名決勝です。お腹が邪魔でよく見えない横目で横目で睨む。しかもグイグイ押してきたり。さあ、それではいきます。3分間決勝1回目スタートします。レースを開始します。中山選手が一番速かった模様。2番手のマシンです。さあ、中山選手がやはり速い。8秒82。3番手高橋、諸橋、木村と続きます。さあ、今度は小泉選手、トップのマシンがファーストストをマーク。8秒661。トップ争いは0秒29。3番手高橋選手が 1.7。 4番手に木村選手が上がってきた、2秒2。5番手が諸橋選手、0秒8。さあ、木村選手9秒1、諸橋選手が8秒8ベスト。木村選手9秒フラット、諸橋選手が8秒74ベスト。さあ、一番近いのは木村対諸橋の4番手争い。さあ、モラー選手が前に出た4番手ですね。トップ小泉選手がファーストテスト8秒593をマーク。さあ、中沼選手がちょっと間を空けられてきたか。前の週0秒7。さあ、この週0秒9です。小泉選手がレース序盤ペースを取り戻しつつある。1分30秒。モラー選手8秒71ベスト、現在4番手です。高橋選手まで2秒8。高橋選手は現在単独3番手と言っていいでしょう。前2台まで2秒3。中沼選手ベスト8秒59。突破ですが0秒80です。さあ、ピンクのカラーリング、小泉選手がファーストテストをマークしてレースを引っ張っています。14周目からまもなく15周目に入る。そのすぐ後ろにホワイトのカラーリング、中沼選手がいます。前の週0秒39。この2台は21周予想です。16周目に入っていった。残り5周。中沼選手が仕掛ける。17周目に入っていく。さあ、来ます。18周目。おっ、残り30秒切っている。高橋選手のペースがいい。20周0秒まで来ています。ああ、中沼選手が行きました。さあ、19周目順位が入れ替わります。中沼小泉、木村さん、ありがとう。さあ、残り5秒、もう1周あります。おお、高橋選手が来る。高橋ゴール、高橋選手前が2番手です。3分、高橋ゴール、諸橋選手ゴール、中沼ゴール、小泉選手2番手逃げ切りました。レース終了です。マシンを回収してください。中沼選手が決勝1回目トップゴール、2番手小泉、3番手高橋、諸橋、木村の順です。はい、並べてください。さっきと同じ順番、小泉、中沼、高橋、諸橋、木村です。はい、それでは行きます。 B メイン決勝レース3分間2回目スタートします。レースを開始します。さあ、トップは小泉選手、2番手が中沼。1人目の中沼選手のタイムを破ればトップ抜けです。さあ、2番手中沼選手がファーストテスト8秒57が出ている。さあ、モラーさん、後ろからピンクが来ます。あれがトップです。中沼選手が8秒7、
最新ラップですね。さあ間に諸橋選手を挟んでトップ争いが中根選手が解けた。さあ1分経過するところ、小泉選手がトップ変わらず2番手に高橋選手が上がってきました。3番手中沼、4番手木村、5番手諸橋です。さあその間を割ってピンクがトップです。ピンクトップ。さあもうピンクが全車ラップしてきましたね。あとはピンクが1回目の中沼選手のタイムを破るかどうか。なんと同じです。21周4秒ペース、中沼選手と同じゴール予想。折り返し1分30秒。さあピンクが12周目に入っていく。今の周でわずかながら中沼選手のタイムを破ってくるという予想。このままいけば B、トップ抜けです。さあ小泉選手は13周目から14周目に入ってきます。ゴール予想1人21周と表示されている。残り時間がちょうど1分。2番手が中沼選手、3番手高橋、4番手木村、5番手諸橋です。高橋選手ベスト8秒78、現在3番手。すぐ前に中沼選手がいます。2番手争い。さあ残り45秒。小泉選手が17周目、中沼選手のペースを破る。破ってくる。OK です、OK です。今の OK。いや、それはない。最初ラッパーだから、うん。残り30秒。さあ、B トップ抜けをかけて、小泉選手が19周目に入っています。もう2周。さあ、これベストは高橋選手、8秒75、3番手。前に中沼選手が見えます。さあピンクがトップです。ピンクトップ。モラー選手後ろから来ます。さあもうこれが小泉選手最終周入ってますね。ここで3分。高橋ゴール、モロ中ゴール、小泉2ゴール。選手21周3秒なので B 中沼愛の方ペース終了です。マシンを回収してください。モラー3番手、中沼が4番手、5番手木村選手。さあ総合結果を見てみましょう。さあ勝ち上がったのは小泉選手と中沼選手の2台です。この後の A メイン準備お願いします。はい、それでは今日の最後のレースになります。 A メインの決勝レース、6分間を2回行います。それでは栗島選手からくじを引いてください。はい、まず8。はい、次村田選手、その次が伊藤選手、その次は小松選手。はい、1。ああ、また1番、嘘でしょ。小松さんの次が小泉さん。これって6で、そう、下の6、うん、で小泉さんが引いたら最後中沼選手。はい、3。2。はい、全車9時引き終わりました。それではコースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。はい、村出走ドライバーは栗島、村田に伊藤住職 GT、 小松ワイド、小泉に中沼ワイド。中沼選手 OK。 伊藤さん OK。 小泉選手 OK。 やべ、今来なかったのに2番4人に立ってやろうと思ったら
はい、栗島選手 OK。 最後小松選手を待っています。はい、全社 OK です。プラクティス終了です。一番前が栗島選手です。一番前栗島選手、2番手から村田選手、3番手伊藤選手、4番スタート小松選手、5番スタート小泉選手、最後尾から中沼選手、以上6台です。栗島、村田、伊藤、小松、小泉に中沼です。はい、藤岡さんありがとうございます。それではいきます。 A メイン6分間決勝1回目です。レースを開始します。もう何だろう、何だったんだ今のは。さあちょっと予想しない事態、村田選手がまずトップ、小泉選手が2番手まで上がってきてる、伊藤選手は3番手、小松、中沼、栗島順。さあ村田選手はファーストスト8秒47で逃げる。さあ村田選手8秒450ファーストスト更新です。伊藤選手が3番手、小松、中沼がすぐ後ろにいます。さあレースは6周目に入っています。さあ1台こけていた、あれは中沼選手だったのか。中沼選手現在6番手です。村田選手ですと8秒430、小泉選手は8秒53、伊藤選手は8秒66です。1分経過。さあ村田選手は栗島選手が持つコースレコードを破ってくる、なんと43周予想と表示されている。これは大切にいきたい。栗島選手8秒47ベスト、現在4番手まで上がってきてます。栗島選手、村田選手がファーストスト8秒413。1分30秒経過。さあレースは12周目に入っています。2番手小泉選手が2秒後ろ、3番手伊藤選手が 1.9、 4番手栗島選手0秒4、小松選手が2秒、中沼選手が0秒5です。さあ栗島選手が3番手に浮上してます。伊藤選手をかわしたようですね、かわしてますね、黄色いマシン。小泉選手まで2秒4です。3番手の栗島選手、2分経過。さあ一方村田選手は前にバックマーカーが出てきます。まず中沼選手ですね、中沼選手後ろからトップは来ています。依然としてトップはコースレコードペース、43周、現在17周目に入ったところです。トップ2分20秒経過。さあ栗島選手がこけてしまった、3番手でしたが伊藤選手が前に出ていますね。伊藤選手再び3番手、4番手栗島、中沼、小松と続く。さあ小松さん後ろからトップです。ありがとうございます。中沼さん今度トップきます。コースレコードはかかってます。はい、ありがとう。中沼さんそのすぐ後ろは、あれです、順位争いしてます、小松選手です。3分、ここで折り返しです。トップは変わらず村田選手、23周目に入ってきました。小泉選手、勝ち上がってきたマシンが2秒3で2番手。3番手伊藤選手、4番手栗島、中沼、小松と続いている。さあ村田選手、今度バックマーカー、また2台出てきますね。栗島選手と伊藤選手。3番手、4番手が前に見えています。トップのマシン。中沼選手、前の週、8秒59ベスト。現在5番手。さあ、村田選手が来ます。27周目に入っています。トップのホワイトのカラーリング。
伊藤さんの後ろからありがとう、うまくいかせました。これで4番手までラップしていったトップのマシーン。さあこれでトップ村田選手はしばらくバックマーカーがいないですね。まだコースレコードペース43周ペースを守っています。現在30周目、小泉選手が大健闘、3秒6後ろで2番手。さあここでトップ村田選手がファーストテスト8秒407、2番手が小泉選手、3番手伊藤、中沼、小松、栗島と続いています。残り時間90秒。さあ2番手スタートの村田選手が現在レースを引っ張っています。なおかつコースレコードも見えている。残り90秒切ってます。34周目、2番手は勝ち上がってきた小泉選手、4秒5後方です。伊藤選手が3番手、小泉選手まで7秒ある。4番手中沼 1.3 秒、栗島、小松がそのすぐ後ろにいる。残り時間ちょうど1分です。さあ村田選手が37周目、まだレコードペースです。あと6周という予想。残り40秒、小松選手後ろから来るのがトップです。残り間もなく30秒、村田選手が39から40に入ってきました。まだレコードペースと表示されています。残り20秒。さあ41周目に入っています。トップ残り10秒、42周目、もう1周あるという予想。トップのマシーンレコードが見えてくる。残り5秒、入りました。43周目、ここで6分です。伊藤住職 GT ゴール、小泉2ゴール、中野川エンドゴール、クリス2ゴール、村田2ゴール、全終了です。マシンを回収してください。7秒でゴール。2番手小泉選手、3番手伊藤、4番手中沼、5番手栗島、6番手が小松選手です。決勝1回目です。はい、前から栗島選手、村田選手、伊藤選手、小松選手、小泉選手、中沼選手の順です。はい、それでは今日最後のレースになります。 GT ワイドの A メイン決勝2回目、6分間スタートします。レースを開始します。今度は栗島選手問題なくスタート切れる。さあ後方では あれは小泉選手です。さあ小泉選手にとってはちょっと不運なスタートになってしまいました。栗島選手がまず取った。2番手村田、3番手伊藤、中沼、小松、小泉の順。さあ栗島選手ファーストテスト8秒73、ただ栗島選手は村田選手を後ろに従えて村田選手のタイムを破らないとこれだといけない。さあファーストテストはなんと小泉選手です。8秒67が出ています。その直後村田選手がファーストテスト8秒660。トップは栗島、村田、伊藤、中沼、小松、小泉の順。栗島選手8秒56、これがファーストテスト。1分経過。さあ村田選手が8秒551、ファーストテストです。3番手伊藤住所が2秒6、その後ろに小松、中沼がいます。小泉選手は中沼選手まで6秒4。さあ一方トップ争いぴったり0秒21。1分20秒経過。伊藤選手ベスト8秒77、現在3番手。3番手争い、伊藤、中沼、小松、この3台が
1秒ぐらいに入ってますね。1分30秒経過。小泉選手がベスト8秒58。小泉選手は前の小松選手まで5秒。小泉選手がいいペースで小松選手にどんどん近づいてきているようです。さあ1台転んでいる。村田選手か。村田選手今の人11秒台。村田選手はもうこの位置キープです。あと栗島選手が1回目のタイムを破らなければ優勝決めます。トップは変わらず栗島選手、村田が2番手、3番手伊藤選手が1秒、4番手中沼、5番手小松、6番手小泉選手。中沼選手がベストは8秒65。中沼選手現在4番手です。2分30秒経過。さあ小泉選手は小松選手のすぐ後ろに来ているという情報。これが5番手争いです。小松選手ベスト8秒75。さあ間もなく折り返しの3分になります。さあ伊藤選手現在3番手です。前村田選手まで2秒ちょい。もしこれ抜くことがあると伊藤選手逆転2番手の可能性もあります。さあここでベストは村田選手8秒520。ファーステストですね。このヒートのファーステスト2番手のマシンが出しています。トップまでは3秒1。3番手伊藤選手は村田選手まで3秒2。4番手中沼 1.3 秒。小松、小泉の5番手争いは0秒1。3分30秒になります。さあ、栗島選手、現在42周4秒ペース。ペースアップが必要です。さあ、そして小泉選手と、小松選手の間に入りましたね。2番手の村田選手。そうです。ありがとうございます。さあ、これで小泉選手は一つポジション上げました。5番手、中沼選手までは4秒8。残り2分。栗島選手がトップ。村田、伊藤、中沼、小泉、小松です。村田選手は伊藤選手3番手と4秒差をつけました。4分20秒。村田選手は2番手で、あとは栗島選手のゴールタイム待ちということになります。伊藤選手が3番手、4番手中沼選手が 1.4 秒ぐらい後ろにいます。残り時間90秒。さあ小泉選手が前に見えますね。あれ中沼選手ですね。小泉選手が4番手を捉えようかというところまで来てます。さあ4分50秒経過。中沼、小泉、小松、この3台が4番手争いしています。残り時間ちょうど1分。イエローのカラーリング栗島選手が36周目に入りました。ゴール予想42周。さあこれベストは村田選手8秒515。ファーストストトップまでは3秒8。伊藤選手との差を6秒5に広げています。2番手の村田選手残り40秒。さあ一方中沼、小泉、小松、この4番手争い、これが1秒ぐらいに入っている。栗島選手がミスった模様。なんとかトップで帰っています。残り30秒。村田選手が0秒37、すぐ後ろにいます。さあ残り20秒。この2台がもう1周あるかな。39、今40周目。残り10秒。残り5秒切っています。ここで6分。村田にゴール。村田選手はここでゴール。中沼ワイドゴール。小松ワイドゴール。小泉にゴール。小泉選手ゴール。伊藤住職レース終了です。マシンを回収してください。決勝2回目は栗島選手がトップゴールを決めました。総合優勝は村田選手です。2番手が栗島選手、3番手が伊藤選手、4番手小泉選手、5番手中沼選手、6番手が小松選手です。
そこ4番手です。4番手だから何だろう、住職に負けたのかも。ああ、そういうこと。でも小泉選手は周回数では勝ってるんですよ。42周回ったから。はい、それではジャンケンします。村田選手、さっき村田選手が辞退、村田選手、みんなでやります。最初はグー、ジャンケンポイ、よっしゃ、グーの人、グーいう、はい、最初はグー、ジャンケンポイ、チョキ、やった、いいけ、見て、見て、じゃんけん勝ったとかじゃん。勝ったとかね。はい。じゃあ、もう、村田選手、栗島選手、伊藤選手。すげえ難しかった、車。なんだろう、急に今日一日でそうだ。これはちょっと今しかやってないから、もうナローがひどかった。いや、なんだろう、うーん、43はすごいね。43って何、何秒で7秒。お疲れ様でした。42周入ってんだから。はい。うん、42周のゴール、うん、はい、42周のゴールって結構いいタイム。そして半時計まで。ええ、まあ、で、行きます。